プロデューサー、さっきのお仕事どうでしたか？シーカちゃんっぽくできてましたか？歌い方とか踊り方とか、今日はうまくシーカちゃんみたいにできたと思うんです。よかったー、私ちゃんとアイドルできてるってことですね。いえ、それじゃあダメなんです。私はダメダメですから、誰かを追いかけないと。そうしないと本当に輝いているシーカちゃんみたいなアイドルにはなれませんから。あ、プロデューサー、お話をしている間にお茶が入りましたよ。今日は日本茶じゃなくて紅茶を入れてみたんです。用意してきたお菓子がアップルパイだったから。はい、シーカちゃんが好きなお店のアップルパイですから、きっと美味しいです。この前雑誌のインタビュー記事に書いてあったんです。シーカちゃんの出てる記事はできる限り全て追いかけているんですよ。ですね、美味しいです。でもこの程よい甘さは紅茶よりもいつも飲んでる日本茶の方が合うかもしれないですね。はあ、確かに。そ、いえ、それはダメです。シーカちゃんは紅茶と組み合わせるのが好きですから。もしかしたらシーカちゃんが輝けるのはアップルパイと紅茶のおかげかもしれないですよ。そうかもしれないですから、こういう部分も真似しなくちゃダメなんです。これがシーカちゃんが大好きな味なんですね。また食べないと。いえ、真似しなくちゃダメなんです。ダメダメな私が輝くために、私もっと頑張ってシーカちゃんの真似をして